皆さんこんばんは。もう嫌な今季節になりましたね。もうそうなんですね。花粉です。花粉症、これはもう毎日の鼻の中がムズムズしてですね、大変ですね。ダッシュ東尾ボクシングジムで今非常に、会員さんの中で流行っていることがあるんですね。それはなんとこの白汗、これは試合の時にね、いつもねこう顔に塗ったり、ね、するんですけど、これはね非常に大変素晴らしい優れものなんですね。これどうしますと言いますと、いいですか、ワセリンをこのくるくるつけまして、鼻の中で、はい、まんべんなく中を塗りたくります。くる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 、はい、反対のものですね。はい、こう、はい、くるくるくる。そうすることによってですね、鼻の中に膜、ワセリンの膜がありまして、花粉が遮られるんですね。そうすると鼻のムズムズもくしゃみも出ない。非常に優れたものだと思います。皆さんも一度試してみてはいかがでしょうか。それではまたいつかお会いしましょう。さよなら。